イッシー様は私が目を離すとすぐにどこかへ行ってしまうのです。まったく困ったものです。ではま。お主か。それがお主の心配顔か。ジジイはここにいろと、エマがうるさい。ゆえに、こうしておるだけじゃ。酒を。おお、セキロ、気が利くな。おお、猿酒ではないか。火を吹くとはこのことよ。お主、この酒の別の名を知っておるか。知りませぬ。知らぬか。こいつはな、修羅酒とも言う、うん、昔わしは修羅を、いや修羅のごときものを切ってたことがある。それは一体。切り続けたものはやがて修羅となる。何のために切っていたか、それすら忘れ、ただ切る喜びのみに心を囚われるのじゃ。お主の目にも修羅の影があるぞ、うん、せいぜいわしに切られぬよう肝に銘じろ。は。行くか、セキロ。ではな。それでこそわしのせがれよ。これで我が波動もこれはこれは物騒なお客人じゃ。だが道元殿のご息女と争うては今は亡きあのお方に申し訳が。たたっ。ほう、なかなかどうして。狼よ、そなたに任す。見事打ち破ってみせよ。御意。
私はかつて修羅を見ました。あなたの中に同じものがいる。それを切らねばなりません。なしにはできぬ。セキロよ、お主愛想はまるでないが、不思議と憎めぬやつじゃった。さあ、修羅に落ちる前に切ってやろう。再び修羅を切ることになろうとはな。
しろ。どうせだろう。だがこちらの守備も上々じゃ。しかし老いたりとはいえ、あの一心に勝るとは。せがれじゃの。これで全て我が手の中よ。足名もナイフ殿もこの国ごと食らうてくれるわ。我武士右近左衛門。
兵士、民草合わせて死者数千。生き残りはほとんどなし。アシナは戦国最も悲惨な殺戮の舞台となり、その地には後々まで鬼が潜んだという。